こんにちは、えなです。今日は定食屋さんに来てます。なぜかというと、最近はアンヘルシーなものを食べすぎて、今日はヘルシーな日本食を食べたいと思います。その通りです。レナ社長、最近暴飲暴食続きです。本当に脂っこいものとか、まあ、ラーメンとか、そういったビールも飲みまくってますね。そういうことなので、今日はヘルシーです。じゃあ早速注文します。注文していきましょうか。はい、最初に注文したいものはこれ、おつまみ3点盛り300円で注文できます。おつまみ頼むんですか？いや、定食来ておつまみ頼むんですか？あ、定食は後で、まずはおつまみ。あ、そうなんですか。とビール、はい、ビール頼んでます。この人ビール頼んでます。Yes. さっきあんなにヘルシーな料理をって言ってたのに、ここにヘルシーなものたくさん、おつまみセットとビール頼んでます。あの、このメニューにいろんなヘルシーなものが入ってますので、今日は心配なくヘルシーなものを食べようと思ってます。はい、飲み物来ました。来ました。ということで乾杯。乾杯。うまっ。最高。うん、グビグビいきますね、最初から。疲れたよ今日。いろいろ仕事して、この仕事終わりのビールはうまいですか？美味しすぎてやばい。金曜日のビール、親父ですね。確かに花金の仕事終わりのビールはね、うん、このしみじみしたね、顔が出ますね。完全に親父になったって感じはします。知ってます、視聴者みんな知ってます。おつまみ3点盛りも来ました。さすが、これ最高じゃない。これ親父セットの出来上がりですね。親父セットの出来上がりましたね。そういう名前じゃなかったよ。そういう名前じゃなかったけど、ね、このおつまみめっちゃヘルシーでしょ。ごぼうとひじきとキムチ、体にいいでしょ。ひじきが、うん、あとキムチも、うん、あの体にいいでしょ。必死で今ね、であのヘルシーということを訴えかけてる。体にいいでしょ。全部いいと思う。そうだよね。食べましょう。いただきます。じゃあまずはこのめっちゃ美味しそうなキムチ。うん、辛くて美味しい。うまそう。はい、俺も飲みたくなってきた。これ次、ごぼうのきんぴら。そんな名前だったっけ。よく食べたことあるけど名前は知らない。ザ日本の小鉢って感じだね。うん、これも美味しい。それヘルシーだよ、めちゃくちゃ。いっぱい食べたらヘルシーじゃなくなるけどね。いっぱい食べたらダメって言われたら、私はもっと食べたくなりますよ。あ、そうなの。もう何、おつまみセットのお腹いっぱいになろうとしてる。いや、そんなことない。もしかして。No. あ、そんなことないか。はい、でまたビール行ってます。まだおつまみセットしか頼んでおりません。あ、これもまたさすがにビールに合おう。じゃあ3つ目、ひじき。これも美味しそうだね。いや、私ひじき大好きだよ。完璧なおつまみセットじゃん、これ。うん。ひじきもめっちゃヘルシーでしょ。飲み切ったよ、おつまみ3点セット。いや、おかわり。なんか俺の飲むスピードより超えてますね、社長さん今日。美味しかったよ。金曜日ですからね。そう、今週本当に大変だったから。ということで、はい、おつまみセットでビールいっぱいいっちゃいましたね。はい、もう一杯お願いします。はい、早速メニュー見てます。じゃあ定食注文します。これ美味しそうだから。お、黒酢あん、これね、大戸屋で一押しメニューです。あー、そうだね、なんか一番最初に出てくるから。出るの初めてかもしれないけど。見て、ヘルシーなのがあるよ。たっぷり野菜の味噌汁と普通の味噌汁、うん、それはヘルシーなやつにした方がいいでしょ。違うよ、ヘルシーじゃなくてたっぷりっていう言葉を読んで私こっちがたっぷり食べたいなって思っただけだよ。可能性がある。お、見て、まだ一緒にいかがですかっていう。とろろ、納豆、まあ、明太子、黄身玉。え、これ全部ご飯にかけるでしょ。そう、黄身玉とかいいかもね。明太子とかもいいよな。結局食べ過ぎるな今日。明太子もヘルシーでしょ。ヘルシー、ヘルシー、ヘルシー、全部ヘルシーという言葉で片付けようとしてる。ちなみにね、大戸屋さんね、体思いの定食屋さんっていうキャッチコピーがあるんだ。だからヘルシーって言ってるでしょ。めちゃめちゃヘルシーでしょ、見て。めちゃめちゃヘルシーでしょ。これめちゃめちゃヘルシーでしょ。いや、でも見て、でかいサラダが来たでしょ。で、あとはめちゃめちゃヘルシーそうな野菜たっぷりの、ね、これめっちゃ美味しそうだよ。超うまそう。あとこれはこれにつけるでしょ、明太子。あ、トッピングした明太子ね。そう。じゃあいただきます。まずはスープから。日本人はスープから食べるでしょ。おー、分かってきたね。よく分かってきたね。なんか野菜たっぷりのスープいいよね。めっちゃゴロゴロしてるね、野菜ね。そう、
染みております。あんまり私は白味噌派じゃないよ。ゴリゴリ名古屋人の赤味噌派だけど、これすっごいさっぱりして美味しい。じゃあ続いてこのメインディッシュです、ね、このメインディッシュ、あチキンか、そうそうそう、野菜ヘルシーじゃん、たっぷりだよ、チキンだからヘルシー、バカが言い始めたよ洗脳されてきたからね、何かうん、めっちゃジューシー、うーん、これすっごい、うまかですか、うん、めちゃくちゃうまそうに食うやん、最高。あ、でも何何これでしょう、はい、登場ビール登場2杯目オープニングで撮った今日はヘルシーな定食でいきたいと思いますっていうのがどこ行ったんだろうね、半分なくなった美味しい、ただの暴飲暴食じゃない結局ゴロゴロ野菜が本当にめちゃめちゃ入ってるでしょ、野菜めちゃくちゃうまそうだよね、これナスも入ってる、人参もジャガイモも、見て見て、これ色とかもめっちゃ良くない、これ綺麗でしょ、テリテリしてる、うんうんうん、さすがにこれはヘルシーだもんね、超美味しい。レンコンとかもある、これちなみにレンコンはドイツにないよ、あ、ないの、初めてレンコンを日本で食べたよ、これ日本原産なのかな、うん、レンコンって、うん、あー美味しい、うん、うまいよねレンコンも、うん、食感いいしね、うん、そう、箸が進む、箸が止まっておりません止まっておりません、爆走状態です、うん、これも進んでます、はい、お酒も進んでおります結局食べて飲んで今日も暴飲暴食の大会でございます、野菜もあるよ、ヘルシーな、ヘルシーな、ヘルシーな、ちょくちょくヘルシー挟んでいきます、全部ちょくちょくヘルシー挟めば何でも食べても OK だと思ってます、そうそうすごい理論です。最近大丈夫、そんな食べてどん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 体重増えてない、わかりません、増えてない、大丈夫ですか、秘密、体壊してませんか、うんうん、あんだけ食べてさ、でも体重変わってないもんね、ヘルシーなもの食べてるから、野菜食べてるから全部あれか、打ち消されてるのか、うん、すごい都合のいい体だね、うん、皆さん信じられますか、他のヘルシーなものも注文しましたよ、何か追加注文してる何これかぼちゃコロッケ、ちなみにかぼちゃもどっちにないよ、うん、パンプキンあるじゃん、パンプキンが外がオレンジ、うん、中もオレンジ、これが外が緑でしょ、そうだね、ドイツに日本のかぼちゃないよ、ないマジで、マジで、いや今話ごまかされたけどそんなことじゃなくて、この定食を頼んでこれも追加で、このメニューにミニサイズのすっごい美味しそうなものたくさんあったから、いくつかを注文したかもしれないこのメニューに何があるかをいろいろ試してみたくて、これはパンプキンコロッケ、うん、めっちゃうまそうやね、うん、1個くれるじゃん、半分あげる、 ありがとうございます、優しいからね、もう1個注文したよ、えちょっと待ってて、これに絶対に合うよ、お酒注文してる日本酒、怖っ、この人怖っ、日本酒追加してる、あ、うん、合う、すごい暴飲暴食じゃない、でも日本酒もヘルシーでしょ、まあヘルシーだねビールと比べたら日本酒の方がヘルシーかもね、言ってもどうかな、まあ、量が少ないというところはある、理論めちゃくちゃですちなみにもうビールも飲み干してるからね、2杯目、あ、レナ社長、あー、これこれは何ですか、うん、ビールに合うものだよ、これこれも頼んだの、チキン南蛮だよ、これこれもあれでしょ、追加注文したってことでしょ、定食についてるわけじゃないよね、ついてるわけじゃないよ、これはヘルシーじゃないかもしれない、そう、これ一番ヘルシーじゃないよ、唐揚げとでもビールに合うでしょ、あ、ビールには抜群に合う、ビールに合うビールのお供って感じだね、うん、今日もすごい食べてます、梅干しの顔になってます眉毛パラメーターも出てますね、酔っ払ったかもしれないよ、酔っ払ったらさすがにね、ビール2杯飲んで日本酒飲み始めたからね、まだ日本飲んでないよ、見てまだ入ってます、あ、残ってます、ビール結局飲み干しております、2杯目最高、チキン南蛮とビールが合う、あ、水を飲んでおります、酔っ払った、酔っ払っております、酔っ払ったよ、ビール2杯日本酒飲んで酔っ払っております、なんかのレモンサワーも飲んだかもしれない、動画には映っておりませんがレモンサワーも半分いっております、半分ぐらいは飲んだかもしれない、俺のレモンサワーもいかれております、だからタカがまだ何も食べても飲んでもないし撮影します、かわいそう、かわいそうね、うん、飲みながら自分で飲むというね、また美味しい、すごい飲みますよ、怖いんですけど、うん、飲みますねあ、ごめん、ごめんはい、注文します、追加注文します、あれ、社長さんが黙ったなと思ったら
注文のタブレット持ってます。ミニサイズのものをいろいろ食べてみたいなと思って。まだ食べれるの？あのデザートもあるよ、ちなみに。あ、デザートも食べようとしてます。お腹がブラックフォールとかしてます。まだ全然めっちゃお腹減ってるよ。あの酔っ払うといっぱい食べれるじゃん、人間。満腹中枢がバカになるでしょ。今ベロベロに酔っ払い始めて幸せそうな顔ですね。花金って最高。はい、ということで最後のじゃがいもくん食べてますね、社長。うん、もうなんかお相撲さんに見えてきたわ。どこが？体型じゃなくて食べる勢い。見て、あのごっちゃんですっていう感じの。めっちゃ食べましたね、全部。いや、ごっちゃんですじゃないよ、まだ来るよ。あ、まだ、え、あ、そうだ、さっき頼んでたじゃん。あとデザートももちろん頼んだよ。あ、食べるの？ あと日本酒まだあるよ。やっぱりこれね、酔っ払ってね、満腹中枢バカになってるパターンよ、これ。だいぶお腹減ってる。お腹減ってる？お腹減ってる。やばいよ、これだって全部食べて、さっきコロッケも食べて、チキン南蛮も食べて、ビール2杯飲んで、日本酒1杯飲んで。本当に美味しいよ。ヘルシーで美味しいから、いっぱい食べても大丈夫ってことだ。そうヘルシーだからいっぱい食べても OK だよね。本当かな。これ視聴者の皆さんコメントで書いてください。ヘルシーでもそんないっぱい食べたらアンヘルシーだよっていうコメントが殺到するかもしれないよ。ないないない、教えないでください。あ、ラストオーダー来ました。大丈夫ですか？だからデザートも入れたし、あと追加注文も入れたし、はい、ビールも入れたし。すごいですよ、レナ社長はラストオーダーを見越して自分でも注文入れてます。だからあの、私はそういう準備が上手な人だから。食い意地が張ってすごいです。すごい格好の人が目の前にいます。どうした？天を仰いでどうした？ご飯を待ってる。酔っ払ったよ、お水飲もう。さすがに酔っ払いました。それはお水という名のアルコールですね。日本中だった。はい、ベロベロです。追加注文が来ましたよ。来ました。皆さん何だと思いますか？あのめっちゃヘルシーなサバと。お、サバ。そんなにヘルシーじゃない、何だったっけ。イワシのフライ。イワシ、イワシ。自分で注文して忘れてるよ。サバの。サバね、イワシのフライ。サバはね、よう食べれるね。サバはね、まあでもね、魚だからね。そうそうそう、あのヘルシーだからね。だよね。見て、うまそう。うん、これでしょ、こんな感じでしょ。これサバ焼き、サバとおろしの醤油、おろし醤油。これはヘルシーだよね、さすがに。そう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 。で、日本酒と一緒に飲むとアンヘルシーに変わるというね、魔法です。もっとヘルシー。ああ、そうなの。なんかすっごい脂があって美味しいよ、このサバ。だってテリテリだもんね、ツヤツヤだもんね。うん、めちゃくちゃうまそうなの。ヘルシーじゃないかもしれない。すごい油でヘルシーじゃない可能性はあります。でもあのおろしとかは、ね、あのヘルシーでしょ。頭悪くなってるからダメだ。ヘルシーじゃないの？ヘルシーじゃないでしょ。ヘルシーでしょ。ヘルシーってことにしとこうか。あの、あれもあるよ、見て。わかめ。あ、わかめね。すごいヘルシー。うん、うまそうだね。はい、ヘルシー。続いてはフライです。これはさすがにヘルシー。どっち？これはさすがにアンヘルシー。さすがにレナ社長はアンヘルシーってことだな。これはパン粉で揚げたものがさすがにこれをヘルシーと言い始めたらもうこの動画やめようかなと思ったけど。うん、これだ、サクサクって言うんだね。うん、アンヘルシーだけど本当に美味しい。まあ、結局あれだよね、アンヘルシーなものがさ一番うまいっていう説あるじゃん。可能性はある。それ大根おろしと、はい、多分これ梅肉の、さっぱり、さっぱりだからなんかすごいヘルシーな感じ。今日のキーワードヘルシー。誰か数えてください、この動画の中でヘルシー。何回ヘルシーって言ったかね。数えてコメントに入れてください。多分何十回ってヘルシーって言ったの。めっちゃ美味しい。美味しい。はい、どうしました？レナが一番幸せになるのが、もう笑けてくるわ。デザートだよ。発電してて笑けてくるわ。こんな食う、怖くなってきたこの人。あのデザートはヘルシーじゃないって感じ。2個頼んでるこの人。抹茶チーズケーキ、チーズケーキかと、あの卵プリン。うわ、うまそうでしょ。多分センスは抜群だね。あ、2個あるね。店員さんもさすがに気を使ってくれたね。さっきは社長ばっか食べてるから、この男の人大丈夫かなと思って。何も食べてないの、そのかわいそうな。この下僕の社員は、あのタカが最近あの動画にそんなに映ってないけど、どんどんガリ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 になってるかもしれないよ。もう俺ガリガリすぎて動画の前に映れなくなりました。これね、卵プリン。うん、これソースはキャラメルソース。うん、あ、でも本当にクリーミーで美味しいよ。はい、続いては
これ抹茶の抹茶チーズケーキ。ちょっと皆さん一回さ冒頭の動画を見直してください。アンヘルシーなものを食べすぎて今日はヘルシーな日本食を食べたいと思います。言ったよね結局さいつもかいつも以上に暴飲暴食してますよねなあヘルシーなものは食べたよ、ね、企画倒れとはこのことだよねすごい食べてるよ。だってデザートも2個頼んでますよ、うん、めっちゃ美味しい。うまそうだね確かにね、うん、でホイップクリームも乗っててね。ホイップクリームは食べなければヘルシーってこと？そうだね。はい分かりました。確かに抹茶だけだったらヘルシーって言ってもいいよね。でも俺もアホになってたわ。別に抹茶だけでもヘルシーじゃないよ絶対。チーズケーキだもん。でも抹茶めちゃめちゃヘルシーこいつダメだもうダメだもうベロベロでダメだもう終わりました。抹茶めっちゃヘルシーって言い始めた。確かに抹茶単体だったらねヘルシーだけどね大丈夫チーズケーキ形になったらじゃないかもしれないね。大丈夫ですか？そうですね、まだ怒りますよさすがに。すいませんねベロベロで社長さんが。はい、ごちそうさまでした。食べましたね。お腹いっぱいですか？あ、でも意外とでも飲んだから意外となんか帰り道でなんか買っとこうって。締めのラーメン行きますか？この後そう締めのラーメン行きましょうか。全然いける。もうでも本当にここヘルシーだし、めっちゃうまかったね。全部美味しかったよ最初から最後まで。ね、美味しかったよ。また来ようと思ってます。大戸屋美味しいです。じゃあタカが払うか私が払うかをじゃんけんで決めますか？いつもレナが負けて払うことになります。イエス。酔っ払ったら勝つかもしれないよ、はい、最初はグーじゃんけんぽん。お、はい、こうでしょ。はい、勝ちました。まあでもさすがにね、レナがほとんど食べてますからね。今日はレナさんのおごりです。今日はレナさんのおごりですって。今日もそうレナ社長のおごりです。 90% のケースだよ、まあ、だはい。ごちそうさまです。社長さん払います。ごちそうさまでした。社長さん美味しかったです。皆さんが大戸屋に行ったことある人は一番好きなメニューを教えてください。行ったことない人は今日で紹介したメニューの中で一番美味しそうなものを教えてください。タカが一番好きなのが、サバ。嘘、サバめちゃくちゃうまかった、一口だけもらいましたけど私はあのクロスのチキン野菜。最初に頼んだやつね、うん、あれ定番でしょ。めっちゃうまいねあれ。これ一番美味しい。俺いつも来る時頼むからね。いや本当に美味しかった。6060円でした。お、6060円。はい、あんだけ食べて。まあね、普通の人はそんなに食べないかもしれないけど普通の人は多分1000円から2000円で終わるのよというわけでこの動画は暴飲暴食しました。ヘルシーのものを食べました。あ、これ今1回ヘルシー増えたね。今日この動画で何回ヘルシーって言ったかコメント欄で教えてください。皆さん数えてください。もう1回動画最初から見てください。ヘルシーと何回言うのか。この女また言ったよまた言ったというわけでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。ヘルシーはい、1回増えました。